はい、皆さんこんにちは、アーチでございます。大航海時代2ですね、やっていきましょう。さてさてと、このまま南アメリカの方まで抜けていって、よいしょ、この航海図一時ね切り替えないといけないのがね非常に残念です。あ、もう下埋まったね、埋まったので、じゃあ上がっていきましょう。こっから見たことあるなんでね、南側は。はい、抜けていきました。あ、そっか、横向きに見えるのはこれ斜めに走ってるはずなんだよね。そっかそっかそっか、もう私そういうスクロール設定にしてるからそうなっちゃうんだよね。でもその方がいいよね、遠くまで見えるからね。はい、南で下回んない南アメリカね、これが。あ、待てよ。で、これで航海図見て、160何個でしょ？斜めでいけるんじゃね？と今、思ってます。これで。あ、よかった。港立ったわ。これは寄らせてもらいましょう。はい、リオデジャネイロ。はい、足の、足じゃない、私の航海レベルがね、上がりました。じゃあ、ここから、地中海に向かって、地中海ブラブラとしましょうか。ちょっとパオラちゃん。ねえ。はい、お二人さん、そうそう、けじめをつけてみちゃどうですか、と。はい、補給受けましょう。122だね。はい。いや、もうお金は十分です。もういらないですね。あとは、いや、走るのみね。はい、で、ドーンと。もうマニュアルでいいですね。天気になってからめちゃくちゃ楽になりました。天気になってからめっちゃ楽です。本当に。パオラちゃん、どこなんだろう。アフリカの北回りで行こうかな。ちゃんね、中東系には見えないんですけどね。中東の人は女性は顔隠してないでいいのかな、この時代。今なんかすごいですよね、やっぱり民主化の波というか、結構女性がね顔出すというような感じでなってましたけど。はい、これはアフリカですね。嵐来るかな。早速ちょっとやっていきましょう。おいよ、おい、おいよ。はい、微走行ね。あ、あとアフリカも結構中入ってないよね、多分。あ、ちょっとお酒飲みに行きましょうか。あ、2時だ。2時なので何かいいの売ってますか。あ、占い師は開いてしまってる。アイテム屋がないわ、残念です。残念です。ないですね、これね。よいしょ。もう一度確認しましょう。ないです。残念です。占い屋さん開いてたら寄りましょう。閉まってたら。あ、閉まってますね。じゃあ出ていきましょうか。ね。彼らじゃないわ。イベントあって、下がってんのかな？イベントがあると下がったりするのかな？あ、いません。女の人ね。先だけ怒りましょう。はい、はい、トンプクートに行ったこと、これない港教えてくれてるのかな。はい、出ていきましょう。はい、ここでもなかったか。もうこっから見つける港はみんな寄っていきましょう。もう私がね、航海経験、私とスタッテンさんが公開権限を上げたところで仕方がないんでね。じゃあこっちだね。よいしょ。はい、バサースとこうね。
本当はここでチェックいちいちパオラちゃん用につけていくのがいいんだろうけどね。それがもう最悪カンニングだね。よいしょ、港地図。酒場交易所。もうちょっとこっち行けってことね。あー、これないな。ギルド。宿屋。あ、もういいわ。もういいです。はい、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 出航しましょう。いやー、パウラちゃんどうしよう、この子。はい、月日ばっかりがガンガン流れていくね。あー、これアルギンだっけ？アルギン島でよかったかな？あ、そうだね。サンジュルジェとかはちょっと超えちゃったね。はいと。はい、パウラのふるさとなかなかと。さあ、補給受けましょうか。60入れたら、あ、増えすぎちゃった。計算できなかったね。まあ、これでいいでしょう。はい。で、登ってって、アフリカ周りで。今これメルカトルさんの報告行っても大した成績にはならないんだろうね。あ、あとこれなんだっけ、セウタじゃないね。あ、サンタクルス。でもまあヨーロッパ周りは一通り回った気がするんだけどね、パオラちゃん問題。はい。あ、補給いらないね。はい。どこだろう。てっきり東洋だと思ってアジアだと思ってましたけど、パオラちゃんは。違うもんなんだね。あとセウタ。セウタなんか違うと思うんだけどね。どこだろうね。これセウタだね。はい。まあ、帰りにセビリア？セビリア寄ってみるか。これ、すぐ近くの占い師屋と寄ろうかなと思うんですけど、ないね。あ、何も言わなかったね、ここ。おー。はい、セビリアね。何も言わないのが逆に怪しい。大抵言うのにね。ここはどうだったっけ？占い近くないね。やめときましょう。はい、補給受けましょう。37だね。で、こっちは残りの29と。いやー、あ、ここも何も言わないわ。何も言わなかったね。あー、2つで何も言ってないっていうことはもうないのか、ないと思っていいのか。で、アフリカの北から回っていきましょう。アフリカ周りからね。確か、川があったと思うんで、そこも入っていきましょうか。あ、ナイル川か。いや、ナイル川こっちから入れんの？で、これがアルジェだったかな？ねえ。はい。
占い師ありますか？ないですね。あ、言わない。言わない。ここら辺言わないね。ということは地中海じゃないのかな？ね、言わないね。あ、なんかあったね。うん、一応ここも言っときましょうか。はい、パルマ。はい。あ、言わない。え、てかパオラちゃんいる今今パオラちゃんいるかな。はい、人物情報に入ってこないでしょ。おー、まあ私どんだけ成長してますか。お、統率力95までいってる。はい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 。おお、成長したね。で、ここ、ああ、チュニスね。はい。ああ、酒場と宿やと。はい。ほい。で、こっちに行って。あ、なんかトリポリ港発見。まだ発見する港あるんだね。このゲーム、天気でやった方が絶対いいよね。カーソルじゃなくて、マウスでもなくて。まさかの天気でしたね。ああ、違う方見ちゃった。ごめんなさい。いやいや、違うんです。それじゃないんです。それじゃないんです。港地図が見たかっただけ。ああ、いいです。教会なんでね。うん、いいです、いいです。さあ、一応補給しておきましょう。37。というのも、こっから川入っていった記憶があるんですよ。この辺から。喋んないね。もうパオラちゃん勝手に降りたのかな。それでもいいんですけどね。お、集落発見しました。おー、まあいけると思うんですが、一応しょ。はい、はい、財宝探索。おお、やっぱ運がマックスなんだわ、これ。ロゼッタストーン、重要度 D、 古代エジプト文字が記された玄武石の黒い石板、上から聖国文字、民衆文字、ギリシャ語という3種類の文字が刻まれていると。いやー、なんかシュメール人さんですか。シュメール人さんっていうのも変ですけど、シュメール人ですか。なんかね、ね、あの頃の文明が高かったと聞きますんで、宇宙人だったのかみたいな話もね、まあ、ちょっと謎が多いと、なんか滅ぼされてねっていうような話も読んだり聞いたりしましたけど、やっぱこれ運あるね。がっつり、まあ一撃で見つかったからね。あ、ここかな。あ、ここだね。まあ、多分何もなかったと思うんですけど、もう再度行ってみましょう。多分何もないと思うんですけどね。燃料はたんまりあるんだよね。全然へっちゃらです。ああ、いやいやいや、左から回らないと。
うん、なんもないね。で、今度戻って。はい。うわ、集落発見しちゃった。で、ここなんもなしでしょ。で、ここで、で、上陸だね。ここで襲われたくないな。うわ、襲われちった。ヌバ族重要都市、ナイル川沿岸に住む。あ、これナイル川だったんだね。原住民、レスリングが盛んで、レスラーたちはアカシアの灰を全身に塗り試合を行うと。はい、出航しちゃいましょう。次は発見したくないな。集落じゃなくて。でも集落しかないか。ね、集落しかないわね、ここ。うわ、また集落発見しちゃった。いやだな。おー、なんか広い。あー、で、こうなって最後か。はい、上陸しましょう。はい、自然を発見しました。ビクトリア湖、ジュールディ、ナイル川の水源と言われている湖。ザンベジ川から流れ込む流れが巨大な滝を形成して、ほー。あ、ここが上流なんだね。でも全部一撃で見つかってるもんね。やっぱ運だね、これね。これいけないでしょ。いけないので、うん。で、これで、また港によって、人を補充して、ですね。おお、速度が8ノットまで下がってますからね。はい、給料ね。さてさて、ああ、もう17分やってんね。じゃあ港着いたら終わりましょうか。よいしょ。あ、じゃあこっち向かいましょう。ああ、でもこんな近くに港あったけど、いいか。うん。どこまで行くんだい？もうマニュアルに切り替えましょう。どこまで行くねんと。あらら、ヤッファ湖を発見した。あらら、ちょっと待って。これどうやって行くんだ？ちょっと待ってね。え、あの港でどうやって行くんだ？この港。あ、向こうから来るのか。せっかくヤッファ湖を発見したからヤッファ湖行って終わらしましょう。あ、てか終わる前に。おー、ビルト。はあ。というわけで。この辺で終わっておきましょう。この発見した2つの港を次のパートで行きたいと思います。どうもありがとうございました。